初日を無事に終えました。牧野選手が最後潜入走行でトップタイムを回してくれて、チームとしても非常に勢いのつく、初日の終わり方をすることができましたし、今日タイヤの、選択、そして車のセッティングと、うまく、組み立てをすることが、できたと思っていますので、明日予選と決勝1日にありますけども、しっかりとチームのみんなでうまく組み立てて、最後勝ち切れるように頑張りたいと思いますので、皆さん応援をよろしくお願いします。